ルーツですね。この質問を事前にいただいて、うん、逆に本当にちっちゃい頃とかって何を聞いてたんだろうと思ってお父さんに聞いてみたんですけど、なんだろう、車で流れてたとかで今も結局よく聞いてるとかで言うと、スティービーワンダーとか、あとインコグニートとか、ね、あとスマップが流れてたりとか、宇多田ヒカルさんが流れてたりとかしてたみたいで、あとお母さんと一緒の CD とかすごい聞いてたらしいんですけどいうところがちっちゃい頃のルーツにはありました、あったみたいです、はい。楽器で初めてだっていうと、5歳ぐらいからずっとピアノを習っていて、でピアノはずっとそのまま、教室に通うのも中学3年生ぐらいまで続けていて、一番最初はピアノでした。とベースを始めたのは、ちゃんと始めたっていうと中学2年生の14歳の頃で、それこそベーシストになりたいなって思って始めたんですけど、そのきっかけは完全にスキャンダルにハマって、スキャンダルのファンをすごいやっていって、でともみさんを見てベースやりたいと思ったところから始めたので、始めたてもスキャンダルのコピーバンドを組んでたりして、本当スキャンダルの曲、当時の曲は多分全曲弾けました自分がソロで曲を出し始めたりしたのは、私が19歳ぐらいまでバンドをやってたんですけど、その時にお世話になっていた今の所属しているレッドっていう、ソニーミュージックのレッドっていう部署の方に、たまたま、自分が動画で応募したコンテストの審査員というか、を主催する側で、そこでたまたままた再会しまして、お世話になってた方と再会した時に、今バンドをちょっとバンド解散しちゃってフリーなんですっていう風に言った時に、あ、じゃあうちでやってみないかって声をかけていただいて、そこから一人で歌ってみようっていうことが始まりました。なんかそれこそ、そのバンドやってたのもあって、ライブとかなんだろう、そういう本番は割と数はやってきてたんですけど、そのプロとしてベーシストのお仕事とかは全然やったことがない状態で、坂崎村長が動画を見てくれたらしいっていう情報が、ツイッターの DM とかインスタの DM、 なんかもういろんな DM で菊池さんから菊池プロデューサーから連絡をいただいて、んどういうことって思いながら、でも来週本番なんでって言われて、来週の本番に聞きに行きませんかって言っていただいて、どういうことって思いながらベースショーってフジテレビに行ったのを覚えてます。8月のフォーク村も確か本当は別に全曲弾く予定じゃなかったんですけど、あ、そうですそうです、そのリハーサル中、当日のリハーサル中に小節さんがこの曲ベースも欲しいって言ってもらってとか、なんか全部がスピード感が割とすごくて、なんかわあついてかなきゃついてかなきゃって頑張って、あと機材いろいろ買って買ってみたいな、それバタバタしてた覚えはあります。フォーク村と同じような感じって言ったらあれなんですけど、コンポーザーの綾瀬さんが、そのバンドメンバーを集めるにあたって、他のバンドメンバーは割と綾瀬さんの元のつながりだったり、彼もバンドマンだったので、そのバンド時代のつながりだったりで集めてたんですけど、男女比を例えば一緒ぐらいにしたいとかで、ベースは女の子がいいな、あとハモリができたらいいなっていうことで探していた時に、共通のフォロワーさんというか、共通のつながっている人のつながりで、私の動画をツイッターとかで見てくれてたことがあったみたいで、覚えてて、あの子どうだろうかみたいなことからスタッフさん付けに連絡いただいて始まりました。ベーシストだから、そのサポートとか、まあ、バンドだとしたらバンドなんですけど、なんだろう、その一員として弾くベーシストっていう立場でだと、割とベースらしいベースというか、でそんなにギャンギャンしたいわけではないというか、割と支えるベースが好きなの でサポートの時とかも全然ルート弾きで楽しいし、太い音を出す方が逆に嬉しいみたいなところがあるんですけど、ソロってなるとやっぱりベース、まあでも多分その
もともとルートでも楽しいとか、その支えるベースを弾きたいっていうのも歌があってとか、他の楽器との調和みたいなことも多分あってのベースは支えるベースを弾きたいっていうことなんですけど、ソロだと主役、歌と同じくらい多分聴いてくれる人は聴いてくれる楽器っていうポジションになった時に、ちょっと暴れてみるかと思っていろいろ森に持ってしまって、いつも大変なことになっております。今ちょっとちょうどあの日程とかはまだなんですけど、ソロライブをしようと思って動き始めております。ちょうどあの今日、ね、はい、お持ちのベースもそうですし、はい、あのせっかくなので、はい、視聴者の方にちょっと名刺があるじゃないですけど、はい、あのヒカルさんの印象的な MV、はい、ノイズを、ね、はい、見てもらいましょう。はい、じゃあどうぞ。誰にも知られたくないような、暗く閉ざした感覚に干渉しないで、完全に知らないふりして、知りたい知りたいなんて勝手に言わないの、後戻りができない。ですね、実は私の持っている青の語源はもともと父の持ち物というか父が持っていたもので、そうですね、大体多分私と同い年ぐらいですね、うん、私が生まれた頃に、アトリエさんのあれは何ですかね、アトリエのショップですね、そうですね、ショールーム、ショールーム、うん、ショールームに、行った時に父がアトリエがすごい好きだったみたいで、うん、ショールームに行った時に一目惚れして買ったという、うん、はい、このベースを
14歳で始めた時にその小さいベースを弾いていて、サンタさんにもらった小さいベースをちょっと弾いてみて、でかいのが弾きたいと思って身の丈、まあ、その時も別にそんな大きくないんですけど、ね、似合ったやつが弾きたいなって思ったら、でお父さんの部屋に入ったら置いてあって、あ、これがでかいと思って、と思ったら多分身の丈以上にでかかったんですけど、それで弾き始めたのがアトリエさんに初めて触れたきっかけです、うん、じゃあってことは、はい、5弦ベースが、はい、まあ、いい意味スタートになった。そうですね、最初からこういうものだと思って始めたのもあるんですけど、多分なんか標準より手が大体小さくて、大体の人と比べても小さくて、あ、こんな小さいんだってよく言われるんですけど、でももしかしたらそのピアノやってた時も小さいなりに頑張って広げて、横にすごい開くんですよとかでカバーしてたので、今も5弦のミュートが親指でできないとか、だから絶対ミュートは中指なんですけど、そういうことがあったりはするんですけど、まあ、そういうものと思って練習すれば弾けると思います。もう一番特徴は35インチスケールで、エボニー指板っていうのが特徴ですね。エボニー指板を採用することによってメープルとは違った音の硬さがまた出ますので、うん、そこはサウンドの一番いい特徴にはなっているのかなと思います。その辺に特徴が詰まってる。そうですね、はい、弦と弦の間のピッチが17ミリという狭いピッチを採用しているんです。ほぼほぼある国産のベースは18ミリというサイズなんですけど、1ミリこの弦間が狭い作ってあるので、なんでネックの幅もここがスリムに、そのベースよりスリムになってますので、それは弾きやすさに貢献しているのかなと思います。あと前にあのヒカルさんとお話して、はい、マッチングヘッドが好き、あ、ね、そうですね、マッチングヘッド大好きなの で、 です、ね、こことここの色を揃えるっていうマッチングヘッドが大好きです。おしゃれですよね、はい、レンジは、私は本橋さんとかとつながらせていただく前から、勝手にアトリエを使ってたんですけど、そのプロのお仕事をさせていただいたりして、共通の知り合いというか、ローディさんからご紹介いただいて、その何だろう、一応プロとしてのお仕事を始めてから使わせてもらってますっていう風にご挨拶させていただいた時に、記念にじゃないですけど一本作りませんかっていう風に言っていただいて、もう多分その日のうちにいろいろ打ち合わせを始めて作らせていただいた、お近づきの一本というか、はい、なんて言うんだろう、はい、基本的にリクエストもらったのが、私たちがいつも作っている M265 というモデルなんです。あれを基本にしたモデルということでリクエストもらったんですけども、ちょっとプリアンプのところがミドルを捨てたっていうのが一番特徴でして、はい、まあ、青もすごく個性的でいいんですけども、多分これからいろんな現場をされる上で、ミドルがコントロールできると非常に使い勝手がいいので、それでこのミドルのコントロールを追加したということがありました。あと、まあ、比べるとペグが大きさがね、あ、そうですね、GB2 青の方が5トン GB2 って大きなもうペグで、あれも性能はいいんですけども、いかんせんヘッドが重いので少し小型のタイプに今変えてそれを装着してあります。ただ小型とは言っても、あと材質自体が鉄で少し重量のあるものなのでそんなに老感が損なわずにいいペグなので、それを採用しました。最初にちょっと重量を落としたいっていうのが、そうです、ね、多分コンセプトになって、そうですね、うん、はい、結構激重だったので、そうですね、青が、はい、それもそれで愛くるしいんですけど赤い PJ は私が高校3年生の時に、うん、卒業記念というか勝手にそれこそまだご挨拶とかさせていただく前だったんですけど、その時期にちょうどプレベが欲しくて、プレベを探しに楽器屋さんを巡ってた時に PJ だから、まあプレベではないけどプレベ要素がある、でもともとジャズベが好きな私には、あ、ドプレベよりもいいかもとか、あとやっぱりプレベってなると他のメーカーの方がいっぱいあったりしたんですけど、たまたま入ったお店でアトリエが PJ を出しているって思って、あ、アトリエ好きだしPJ だからなんかちょっとプレベっぽいしと思って弾いてみたら、あ、好きな音がすると思って買ったのが赤い PJ ですね。で、青い4弦、この本当に
同じ見た目で4弦を作っていただけないでしょうかっていうふうにこれも相談して作っていただいたんですけど、はい、曲の都合ですね、完全に曲で結構やっぱり最初にちょこっと言ってたんですけど、ミュートをずっと中指でしてるっていうので、それこそ夜遊びの曲で結構オクターブをずっとしている曲があって、でサウンド面の話でピックでやることになったんですけど、ピックでってなると完全にこっちでミュートしなきゃいけなくて、まあ、ずっとこの中指でミュートしてっていうのでかなり筋トレみたいなことになっていて、でまあ普通に何だろう、4弦使いやすい4弦が欲しいなっていうのもずっとあったんですけど、このタイミングでやっぱり大好きなこのアオリエの見た目そのままに4弦があったら最高ではないかと思って、それでご相談させていただきました。基本的には、まあ、この5弦の4弦ということでリクエストもらったんですけども、やっぱり5弦と4弦だとサウンドキャラクターがちょっと違うんですね、うんうん、5弦の方がちょっとしっとりして4弦がパンチがあるっていうところがあるので、うんうんうん、そういうところを生かしたセットアップをしたっていうのが記憶にありますね、うん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 、なので少しこういう弦高とか、あとこうナットのこう牛骨ナットの高さっていうんです、はいはい、それ細かいところもちょっとセットアップを今のと通常よりもちょっと変えてセットアップしたりとかした記憶があります ね、 すね、はい、あと色味もね、そうですね、色味は頑張ってかなり近づけて、そうですよね、はい、そう、その語源のアリエが私のがそれこそ20年もので、うん、やっぱり経年で色味って変わってくるじゃないですか、正面焼けとかで結構深い青になってたので、4弦は最初からその深い青で作っていただきました、はい、夜遊びで始まった時にちょっとそろそろ自分のアンプが持ちたいなと思って、で最初はお借りしてたんですけど、で何使いますかっていう時にオレンジアンプに興味がありますっていう風に言って、でレンタルして使っていて、あ、いいな、やっぱりいいなって思って自分で購入して、今はマイキャビーとして410ですかね、を使ってます。ツアーケースまで、ね、あ、そうです、マオレンジのケースまで、はい、私は5弦ベースが好きで、やっぱね低い音が出た方がかっこいいなと思うのでなんですけど、本当一番低いところもこの5弦とかでもこの鳴り方っていうのは、まあ、こっちの青だったら青で、この35インチ特有の鳴り方かなとか、あとやっぱりアトリエサウンドのアクティブジャズでどうだみたいなすごいなんだ、堂々とした音が出せるっていうイメージが私の中にすごいあって、私が使っている場面を動画とかいろんな現場とかで使っているのを見てくれた方から、ヒカルちゃんと同じベースが欲しいけどどれ買ったらいいですかとか、それはどういうモデルですかって聞いていただいたりしたんですけど、今までこれも限定で作られていた、もともと限定で作られたもので、普通にレギュラー販売をしてなかったり、これも完全にカスタムなものでだったので、なかなかこれを買えば同じですっていう風にご案内ができなかったんですけど、今回そういう同じのが欲しいと思ってくれていた方々にやっとご案内ができるなと思ってとても嬉しいです。お茶の水大楽器祭り来てねー。